I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me.遅かったじゃないか。テレビを見たまえ、アンダーゼロの事件についてやっている。報道では、エデン症候群が集団発生した原因は、ハッカーによるエデンへのハッキング行為だとされている。こぞってハッカーを批判する内容ばかりだ。逆に、黒幕の岸辺のことには、一切触れられていない。あくまでも上白は被害者、そしてハッカーが加害者という構図が出来上がっている。岸辺はハッカーたちに罪をなすりつけ、今も上白優子を利用して九段のパラダイスロスト計画を進めているのだろう。それに関してはまだ何も手がかりがないな。だが、おそらく岸辺の計画は佳境に近い。優子くんは、計画の最終段階に欠かせないキーなのだろう。岸辺は、アンダーゼロに大量のデジタルウェーブを流し込み、行動の読めないイーターを見事に操ってみせた。おそらく、あれは実験だったのだよ。デジタルウェーブとイーター。両方を制御できるか否かのね。今まで利用してきたハッカーの掃除もできて、一石二鳥だっただろうな。岸辺理恵は、本来作為的に操ることなどできないデジタルウェーブの流れを操作可能にした。パラダイスロスト計画も、いつ発動してもおかしくない。君のログ情報から、急いで上白優子の居場所を割り出そう。そして、それと並行して、この計画の真の目的も探らねばならない。パラダイスロスト計画の肝は、デジタルウェーブをコントロールして得ることができる何かだ。最近迷いが事件が起こった地点と、新たに手に入れたデジタルウェーブの流れのデータ。これらの情報を照らし合わせれば、最終的にデジタルウェーブが注がれる点を予測することができる。おそらく、その点こそが計画の中心地だろう。これらの検証にはしばらく時間がかかる。悪いが、もう少し待っていてくれ。あ、よかった。無事だったんだね。実は、オメガモンが君と直接話したいんだって。ジャクソンフォーラムに来てくれる。あそこならあんまり目立たないで済むだろうし、よろしくね。Thank you.
呼び出してすまない。だが通信ではなく君たちと直接話し合いたかった。びっくりだよね。すっかり大人になった。お姉さんとしてはちょっぴり寂しいけど、ぶっちゃけこの渋かっこいい感じもでもってこっちの世界に来た理由とか忘れてた、いろいろなこと思い出したんだって。それじゃあオメガモンさん、どうぞ。ありがとうノキア。では聞いてくれ。まず私がこの世界に来た理由、それは我らデジモンの住まう世界デジタルワールドはイーターの門にさらされ滅びの危機にある。イーターがデジモンの世界にも？ああ、データを食らうイーターにとってデジタルワールドは最高の餌場だ。奴らはこの瞬間もデジタルワールドを食らい侵食している。私はデジタルワールドの守護者たる最高位デジモン、ロイヤルバイツに名を連ねるデジモンだ。我らロイヤルナイツはイグドラシルの意志を受け行動する。イグドラシルとはデジタルワールドを司る存在、秩序そのものだ。イーターの出現を感知したイグドラシルは奴らを監視し、さほど時を置かず脅威を滅ぼすエラーと判定した。その意志に従いロイヤルナイツは奴らの完全排除を目的とし、イーター発生の原因を探り始めた。そして脅威の発生源を特定した。それは隣接する異世界、君たちの世界に誕生したばかりのとある電脳空間だった。え、私たちの世界にとある電脳？エデンだ。他のネットワークは人間の意識を完全にデータ化して電脳空間に出現させた最初のシステム、エデンアバター。つまり人間の精神データこそがイーター発生の原因であると判断したのだ。エデンという電脳世界で現実世界と同様に、いやそれ以上にあらわとなった人間の悪意や欲望、劇場、そのデジタル的に異質な感情データが奴らを生み出したと。そんな。無論早計な判断に異を唱えるロイヤルナイツも存在した。私がそうであったように。だが自らの結論を誇示し、全ての原因は人間にあると主張する者も少なくない。彼らは今人間世界を滅ぼそうと動き出している。滅ぼす？人間世界っていうと、どこからどこまで？中野？東京？日本？そうだ、この地上すべてだ。イーターを我らの世界から排除したところで、人間という発生源を消し去らない限り、奴らはまた現れる。人間を滅ぼす以外、イーターを完全に排除するす。デジモンが私たち人間を。彼らは人間世界に攻め込もうとしている。ロイヤルナイツが大軍を率いて奇襲。攻め込むってどうやって？デジモンは現実世界には出てこれないし。東京と呼ばれる都市では物質的空間であるにもかかわらず、デジモンが出現する現象が起きているんだろう。人間世界とデジタルワールドは次元の壁と我々が呼ぶ原理原則により異なる次元時空として隔てられている。だがその壁に大穴を埋めし、次元の隔たりに扉を作り出せば、二つの世界はつながり、原理原則が重なって混ざり合い、
結果、あらゆるデジモンが往来可能となる。昨今、東京で起きているデジタルウェーブの増大や異常は、おそらく扉を開くための準備に違いない。パラダイスロスト計画とは、それだ。つまり、計画を推し進めていた岸辺という人間は、彼らロイヤルナイツの意向に従っているか、もしくは、精神を操られている可能性が高い。じゃあ、オメガモン以外にロイヤルナイツもこっちに？二つの世界は、完璧に隔絶されているわけではなく、わずかな次元の裂け目がいくつも存在する。私もアグモンとガブモンというデータ質量の小さな姿でなら通過することができた。予期せず記憶の一部を失ってしまったが、私と同じく何らかの手段を講じてこちらにやってきたデジモンがいたとしても不思議はない。そっか。私は何としても彼らを、人間世界への侵攻を阻止したい。自分たちの世界を救うために別の世界を滅ぼすなど正しいはずが、許されようはずがない。そのような破壊的解決を私は望まない。オメガモン、私もそんなの嫌だ。だって人間とデジモンはもっともっと仲良くなれるはずだもん。どうか君たちの力を貸してほしい。この事件にはロイヤルナイツである私ですら知り得ない謎がある。それを解明し、事件を解決に導くには君たちの力が必要だ。待たせてすまない。思いのほか検証に手間取ったよ。だがその甲斐あって、いろいろと興味深いことが判明した。事務所に戻りたまえ、直ちに会議だ。私たちも行く。さっきの話も伝えないとだしね。いや、あと一人重要なキャストがまだ来ていない。重要なキャスト？私たち以外に。けえ、重要なキャストってまさか。だが、岸辺を追い詰めるための作戦会議って聞いてきてみりゃ、暴走イノシシアタック少女も一緒だよ。なんだか不安だな。悪いが、この作戦は誰一人かけても成立しないんだ。暴走イノシシアタック少女もレジェンド、ただし中にこじらせ少年も協力してほしい。まあ、俺は岸辺を叩けるんなら何だっていいさ。早く始めてくれ。だ、そうだ。暴走イノシシアタック少女も異論はないか？あと、その前にちょっちみんなに聞いてほしい話があって。それがパラダイスロスト計画の全容か。人間世界の破滅とか、マジかよ。そこまでは
その情報のおかげで私の仮説も全て立証された。いや、私っていうかオメガモンのおかげっていうか、京子さんその呼び方もうやめてっていうか。それでは改めて作戦会議を始める。まずは事実 A、 岸辺里恵の目的は次元の壁に穴を埋め、次元の扉を開くことであると判明した。事実 B、 その岸辺里恵によって上白優子が誘拐された。これら A、B の事実はおそらく無関係ではない。 A を達成するためにB の実行が不可欠だったのだろう。そして A はまだ達成されていない。よって今回の作戦行動では上白優子の奪還およびパラダイスロスト計画の全面阻止の同時達成が可能となる。いきなり頭パーン。 B 実行の理由はこの際気にすんな。いくらなんでも強引すぎんだろ。名推理とは得てしてそういうものさ。だが至極まっとうな君の疑念の雲を払うため、私が新しく手に入れた証拠をお披露目するとしよう。はい、変わらずつかみどころねえな。最近起きた迷いが事件の発生場所、そして現在検知可能なデジタルウェーブ定常的に安定状態にある大規模なエネルギー場の存在が浮かび上がった。おお、東京全域を覆う円環状のエネルギーの流れ。私はこの環状ネットワークを、で驚くべきことにデジタルウェーブで構築されたこのエネルギー場十中八九上白岸辺各地に配置されたエデンスポットのどうやらエネルギー場の構築に関する。そうか、新宿でオタクがジャンプしたネットワークはこいつだったのか。ほうほう、エデンスポットにそんな秘密があったとはな。要はその通り、このネットワークはデジタル用のエネルギーライン、デジタルウェーブを循環させる構造蓄積し、でこのデジタルラインに蓄積された膨大エネルギーの冷気状態から推測する。そして現在エネルギーの流れに著しい変化が見られるポイントがある。エネルギーの流れを追いたどり着いた先は六本木の地下には神なんともそっけない。そうだ、以前調査君のログ情報を追跡した。そこを攻め落とせろ。 A 達成に B 実行。抜かりはないさ。デジタルウェーブの制御自体を説明した通り、その制御はつまりその通りだが、同時多発的にいっぱい人を集めて、あほそんな東京中をって、はん、俺はハッ知った連中を集めて、ま加減はするさ。影響範囲は、なるほど、君には各地にあるエデン、確実に岸辺の今日つくとするなら、見なるかな、見なるかな。お、いいね。もう、あなたがそっちなら、私たちは言うこっちだね。理解が早くて助かる。では、君たちは地下道から六本木地下施設へ向かってくれたまえ。道程は助手が把握しているはずだ。そんじゃ。同時作戦開始だ。優子は任せたぜ。よーし、優子っちを助け出すぞ。でもってパラパラダンス計画なんてのも絶対阻止だ。
ここが地下道か。地下にこんな大きいトンネルがあったとは。ジメッとしてるし、壁がうにょうにょってしてて、いかにも地下っぽ。あれ？ここちょっとだけデジタルシフトしてない？以前よりデジタルウェーブの影響が濃くなっているな。おそらくデジモンやイーターも現れるだろう。気を引き締めてくれ。オッケー。ユウコッチを助ける前にヘロヘロになっちゃ元も子もないもんね。行くよ。六本木目指して。うわぁ、もしかして六本木まで徒歩？おや、今気がついたのか。六本木まで10キロ弱。10キロ、2時間。どうしよう。とにかく頑張るしかないよね。突然だが、君たちはローラーのついてる靴でも履いているのか？それとも、優子くんの元へ急ぐために息せき切って全力疾走でもしているのかな？え？いきなり何？京子さん、普通に進んでますけど。むしろペースダウンしてますけど。ではわずか数十分で君たちのデジバイス反応が赤坂にあるのはどういうことだろうな。あ、赤坂？あ、いやいや、いくら私たちがユウコッチ奪還のために死に物狂いで走っても、こんな早く赤坂は無理でしょ。迷いがとは、たとえわずかでも、ここまで物理原則に影響を与えるのか。え、どういうこと？デジタルシフトのせいで、六本木までの距離が短くなっている。地下だから気づきにくいが、空間が歪み短縮されているようだ。これは思ったよりも早く六本木に到着できそうだな。本当？やったー。いまいち言ってることは分かんないけど、デジタルシフトもたまにはいいことするじゃん。それから今分かったことなのだが、君たちの後ろにもう一つデジバイスの反応がある。敵の死角かもしれない。注意したまえ。え？敵の死角？ああ！あんたなんでこんなとこにいんの？アイさんだ。ユウコを助けに行くんやろ。ユウコっていうか、ユウゴっていうか。あ、てかあんたは、ユウゴがユウコっちだって知ってたわけ？もちろん知っとったわ。わざわざアバターまで変えて、ユウコッチは何をしていたの？何のためにあんなこと？あの姿は、ユウコハンの兄さんの姿なんや。ユウコッチのお兄さん？そう。エデン症候群にかかって、何年も前から寝たきりの兄さん、ユウゴハンや。そのアバターを使うて、ユウコハンは、ユウコハンの父親が作ったエデンを守っとった。
ザクソンのハッカー、ユーゴとして。どうしてそんなこと？ユーコハンは、家族の縁が薄いお人やから。家族との何か？ユーコッチ、そうだったんだ。ユーコハンは、マッチに手を差し伸べてくれ。お願いや。マッチも一緒に連れてってくれへんやろうか。え？ユーコハンを助けたいんや。お願いしんす。本気なの？けど確かにユーコッチを助けたいって思いは一緒なんだよね。よし、一緒に行こう。いつも、ちょっと、いつも通りって、それは却下。ほら、さっさと行くわよ。ダメだよ。ここは逃げるよ。みんな、急いで！